ベンチャーのスピード感そして大企業のスピード感やはり大企業のスピード感は大きなビジネスサイクルは回ってますから、えー、なかなかこうベンチャーのこうクイックなスピード感に追いついていけないというようなことが現実ではないかなと思うんですけれどもこれをこう乗り越える取り組みとしてじいさんとしてこう工夫していることもしくはイニシアチューを持って取り組んでいらっしゃることこれってど,どんなものがおありなんでしょうかね。つつあっってですね1つはやっぱり トップから文化を変えていくことっていうことなんですよね。うん、で、これはどういうことをやってるかというとです私実は先週カリフォルニアのマウンテンビューにですね、行って3日間ですね、シンギュラリティ・ユニバーシティっていうところにぶち込まれてですね、3日間最先端のです例えばロボティックス・ AI とかですね、デジタル・バイオロジーとか、そういうのを徹底的にシャワーを浴びるっていうことをですね、G のトップクラスですね、いわゆるトップ650人の中からですね、まあその時は30人ぐらいが選ばれて、 そこに行ってでですすねね徹底的にあるんです、ね、そういったものをどん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 我々のレベルでどん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 体内に取り込んでいってそれを広げていくエヴァンジェリストを上から作っていくというやり方の1つですね 2>, <ー>2つ目はちゃんと失敗しているかってこの2つなんですね失敗をちゃんとシステムの中に取り組みましょうと。 でそれをです、ね、失敗したって言っちゃうとです、ね、みんな、ね、がっかりするので、ね、それをです、ね、最近の流行り言葉でピボットと言ってます大胆な仮説でいわゆるミニマム・バイアブルプロダクトを作ってお客様のところに行ってその次のステージがです、ね、英語でピボットアパ要するに方向転換するのかこのままやり続けるかというのは必ず1つのゲートになってるんです、ね、でそこで例えばピボットしてもそれは失敗でも何でもないとで要するに早期の失敗を早く取り込むということをですね やっています比較的通信とその通信以外の事業ってこうなんか別物で僕もやっぱお話をしちゃうケースもどうしてもあるんですけど通信と通信以外っていう言い方をおっした時あるんですけど例えばうちの会社ですとやっぱり一番コアな事業って au の、えー、モバイルの通信事業になってくるわけですけども、うん、あのきちんとそことこう密接にくっつきながらですねあのコアな事業の中にちゃんとその、えー、イノベーション新規事業っていうものをこう当てはめていくという、うん、そういう活動っていうのをですねあのや できていますで。そうすると実はすごくその大きな取り組みがやっぱり会社の中でもできるようになるんですね。あのまああの僕はまいろんな企業を経験してまして必ずぶつかるのはその本業と新規事業どっちが大事なのかっていうことなんですよね。どの会社も何か一個うまくいくとそれをよりこう見分け上げよう見分け上げようということになってだんだんそこに凝り固まっちゃうところがあって。 変わろうと思って変わるのって結構大変でやっぱり僕たちはいつも変わるようにしていないといざ変わろうとしても変わらないとか例えばあの新しいことをやる人と古いことを磨く人だと圧倒的に古いこと磨く方が好きな人は日本人は多いと思うんですよね、えー、いやそういう人に新しいことやってって言っても絶対やりたくないし 無理してやってもいいものって絶対生まれないんですよね。なので、いかにこう、新しいことをやる人のマジョリティを社内で多く持たせるかみたいなことも重要かなと思います。皆さん、こう、個人としてリーダーとして経営者として、まあ、どういう思いでですね、まあ、会社を変えていく あのそういう取り組みを進めていらっしゃるのかその思いをぜひお伺いしたいなと思ってます今ちょうどこう自分がこうミッションとしておわされているのが本当まさに新しいイノベーションをきちんと起こすとでたらそれもやっぱりその、えー、と形としてはやっぱビジネスもしくはその事業という形にやっぱなっていかなきゃ、えー、と意味がないというふうに考えていますえそういう意味では、えー、と中にいるというよりは自分自身もしくは自分に非常にこう近しいチームのメンバーに対しては基本的にはこう外に行こうよというところで こう打ち合わせ一つにしてもです、ね、あのベンチャーさんとの打ち合わせなんかはもうどちらかというとうちに来てもらうんじゃなくて、えー、と行った方がいいよと外に行って、えー、と自分自身がその風を知るというかです、ね、でその時初めてやっぱり自分も自分の上,上の人間、まあ、上司に対しても話ができるしっていう,、うん、こう会社の中でいうとこのそういう風を吹かせる存在でなきゃいけないなというふうにちょっと思いながらやってますねいろんな意味であの管理をしないようにするというか、はい、そのいある意味 いいい加減さをどう維持できるかみたいなことと重要かなな思ってますね<ー>なるべくこう自由に羽ばたけるようなあ<ー>まあその分、リスクもありますけどそれを来られるような力を持つと非常に会社全体としても強くなるのでまあ前者ベンチャー体制みたいなものを維持するためになるべくそのルールをなくして自由にして評価も何かいろんなパラメーターとかやめてもういいか悪いかみたいな、はい、<laughs> そういう,こうシンプルにするようにしていますね。<laughs> えー はい。あの、まあ、もちろん企業文化とか企業文化を変えていくことは大事なんですが、 まあそのためには、じゃあ私自身がどう変わっていくのかといったようなことが一番大事だと思っています。私自身が何かを学んでいるのか、私自身がもし学んでなくて、社員にもっと新しいことを学べと言ってもです、ね、全くまあ信頼性がないので、じゃあ例えばこういうところに来ているとか、ね、いろんな形でネットワークを作っていって、それをどん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 逆に社内にぶち込んでいくんですね、こんなこともやってるということですね、そういったことをやっぱりら変わって、そう言ってそれに同調する人を増やしていくことなんですね。 で、そういったことを心がけてます。はい、ありがとうございます。